はい、タバコですね、動画やっていきたいと思います。今回はゴールデンバージニア。ね、これ吸ってみたかったんですよ。ね、こちらね、25g と 50g がありまして、ちょっと手軽な 25g の方、買ってみました。うん。これがね、すごい人気みたいですね。確か。どうだったかな。まあ、かなり人気がある、ね、やつなんで。お、リズラの巻き紙がついてきました。リズラの赤ですね。リズラの赤ってこれスローバーニングなのか。普通かな？通常バーニングかな？まあいいや。じゃあ吸っていきたいと思います。よいしょ。まあちなみにフィルターはドミンゴの、スリムフィルターを使ってます。毎日。いつも。いつもね、これ使って吸ってます。あ、これあれじゃん。これあれ、あれだ。なんだ。ジップロックがついてる。ジッパーがついてる。ジッパーっていうか、なんていうの。ジッパー付きですね。これはいい。ジッパー付きはありがたいですね。地味にありがたい。あ、くっついちゃった。まあ、ここで保存するわけではないですが、100均で瓶を買ったんでね、そこに入れて、保存しとこうかな。まあ、加湿する際はちょっと、別容器に移して、とりあえず普通はここに、通常ここに入れといて、加湿する分、吸う分をちょっと、ね。加湿しながら、ちょこっと。いいね。ジップロック付き。よいしょ。ちょっと、酸っぱい、ね、香りがしますが。これやっぱりかなり、ゴールデンバージニアはかなり人気の手巻きですよね。じゃあリズラの赤、ちょっと使ってみましょう。なんか変わったあれだね。え？これじゃないのか。これかと思った。これは違う。すげえ色のあれだな。普通だな、これ。スローバーニングじゃないやつ。まあ、何でもかんでもスローバーニングがいいっていう話もないと思うんですけど。なんとなく気持ち的になんかスローバーニングの方がいいような気がするんですよ。髪はね。はい、できました。それでは吸っていきたいと思います。あんま下手くそだな。まあいいや。ああ。うん。あれ？消えた。うん。
なんか消えるな、これ。うん、ちょっと酸味がある。うん。まあ、良くも悪くも、ね。こう、よくある、こう、タバコって、っていうの？なんていうんですかね。この よくある系列の。ストレートバージニア派をベースにブレンドされるタバコ本来の旨味が十分に引き出されています。生産国がイギリスとなってます。結構ね、マイルド。味が。尖ってない。柔らかな味わいです。にちゃんのスレだと、このゴールデンバージニアとコルツのバニラをブレンドするとすげえうめえらしいって言ってた人はいました。うん、ちょっと試してみたいですね。まあやっぱね、手巻きの良さはブレンドですからね。いろいろブレンドしてこうね、楽しみもあると思うんで。うん。いい香りです。うん。なんかこう、タバコって、ああ、こういうのがやっぱタバコだな、みたいな。うん。感じはしますね。結局、無添加タバコに比べると、やっぱり若干、うん。香りがやっぱり尖ってない。無添加タバコ結構尖ってますからね、味がね。香りも、こう、きつい部分とかあったりするんですけど。まあ、それが良さなんでしょうけどね。うん。ああ、確かに、甘いっていう感覚は、香りがなんか、こう、ね、優しく、甘い。味がやっぱりなんかこう、甘いですね。うん。この柔らかな、口当たりというかなんか、香りね。うん。ほのかにこの、甘い、そしてマイルドな。うん。タバコの旨味がよく出てるんじゃないかな。これはね。カプチーノとかに比べると、どっちかというとプレーンな味わい。まあ当然ですけどね。プレーンな。うん。うん。あ、うまいね。
逆にこのプレーンさが、嫌だっていう人も、まあ確かにいるとは思うんですよね。プレーンな。タバコ味、かっこプレーンみたいな。まあ僕自身あまり表現の仕方が乏しいんで、ね、あれなんですけど、実に美味しい。タバコだなぁと思う。ね。まあ、逆言ってしまえば面白くはないっていう。ただこう、しっかりした味わいなんで、しっかりしたっていうか、なんていうのかな。わからん。まあ逆に面白くないっていう。かな。この酸味とね、香りが、ちょっと酸味がある。酸っぱいような香り。と、甘さと、タバコの甘さみたいなのが、よく出てる。ただ俺はね、結構ね、バニラ味のやつ好きなんで、にちゃんのスレで聞いたところによると、一番コルツのバニラがバニラっぽいという、お話を聞きまして、まあ今日買ったんですけど。美味しいですね。ああ、これがタバコの、ね、プレーンなタバコの味わいだな、みたいな。いう感じ。プレーンっていうか、まあ結局着光とかされてるとは思いますけど、無添加のタバコとは違う。まあといっても無添加のアメスピとか、まだ手巻きのやつ吸ったことないんで、どうなのかわかんないですけどね。プレーンな味わいが魅力のね、タバコだと思います。これも四つ星。美味しい。25g のやつからね、ぜひ、ね、試しに買ってみてはいかがでしょうか。まあ、これかなり人気だからね、どこでも売ってると思います。それではご視聴ありがとうございました。